大学を見ています。よろしくお願いします。で今日はですね、いつも通りですけど前半がですね1時間半ほど講師の方のセミナーと質疑応答時間、その後が、この場を立春パーティーの場にしますので、一旦ちょっと上がっていただいて、その後、セッティングをして、2時間ほどですね、名刺交換、異業種交流のですね、情報交換パーティーをします。で後半の部分で初めて参加した方の、ご紹介コーナーとかですね、もしかしたらそれとか、お知らせ PR がある方のコーナーとか、そういうのを設けておりますので、よろしくお願いします。というわけで今日のゲストはですね、ホワイトベースの小口社長という人なんですが、まあ、ある分野ではですね日本一の人なんですが、案内を見る前からですねホワイトベース小口さんっていうのをですね知っていたという人、案内を見る前から、それがこの辺は愛人まあね、取引先とか、なるほどね、なかなかすごい知名度ね。昨日私鳥取県の松江商工会議所にですね呼ばれて、福岡の頑張ってる会社の、まあ、紹介をするような講演をさせてもらったんですけども、武田洋一先生ってですね、知ってる人って言ったら50人中2人、船井幸雄知ってる人でも7人、海の数に知った人1人しかいないんですね、そういう意味ではものすごい知名度というわけで、まあ、お手元にですね今日配っていただいてますけれども、ポストカードですね、まあ、何かあった時にですね、メインは、まあ、今からお話ししますけど美容室関係中心ですね、お店に来ていただいてありがとうございますみたいなですね、そういう販売促進を、とか、まあ、感謝の気持ちを伝える、はがきの制作、企画制作の販売会社ではですね、まあ、日本一というふうにですね、まあ、内輪だけで呼んでるというね正確な統計はないです。まあ、はがきの販売ではそれはもう、郵政局かなんかしなきゃ、あそこはそれは一番ですね、まあ、そういう意味ではですね、まあ、誰も、あまりですね普段気にしていない、まあ、小さな市場でですね実は、まあ、何万取りまして、今ですね全部では7000点ぐらいのですね美容室、歯科医、まあ、生命保険会社、まあ、車のディーラー、メインは美容室向けのですねお客さん向けのハガキの販売で始まったんですが、今いろんな業種にですね渡ってハガキを通信販売ですねされています。それと同時に、やはりいろんな会社を見せてもですね見てきてますんで、まあ、ある意味では、まあ、ハガキ系のですね販売促進の、まあ、コンサルタント講演家っていう活動も、この数年ですね広がっています。というわけで見た目はですねなんかかっこいい感じですけど、結構人生いろいろめちゃくちゃな部分もですね20代とかありましたので、前半はその話をしていただいて、後半はですねハガキとかそういったものを使った、まあ、販売促進とかですね、そういったお話をしていただこうと思います。というわけで、ホワイトベースの小口社長に、講演をいただきます。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。ホワイトベースの小口です。いつもはそっちの席から私見てる方なんですが、ここ話される方みんな眩しそうにしてあるんで、どうなんかなと思ったら本当眩しいですね。立ったまま、ホワイトボードとか使えないと話できない方なんで、立ったまま話します。まず普通はがきの話ということでいつも講演させていただいているんですけど、今日は少しうちの会社のことを話せということなので、半分ぐらいホワイトベースのことを話をさせていただいて、残り半分ぐらいを少しはがきのことを話したいと思っています。まずたくさんホワイトベースのことを知ってあってですね、すごく嬉しいんですけども、
今のはがきの通信販売を8年前からやってまして、実は21年前に、ホワイトベースという会社、まあ、その頃は法人じゃなくてですね、始めたんですけども、21年前、私がまだ31歳の、今52歳なんで、31歳の時に初めて、当時ですね、7人ぐらい、集まりまして、まあ、何をするって決めてなくてですね、みんなで何か考えてやろうということで、7人の男が集まって、始めた会社なんですね。一番最初に始めたのがですね、バイク便。21年前にバイク便を始めたんですね。最初にいた7人の中に、デザイナーとか広告関係している人間がいましてですね、でデザイナーが忙しい時って、今はもうないんですが、社食っていうですね、文字を、印画紙みたいなやつがあって、で忙しい時はそれをなかなか取りに行ったりできないものですから、それがちょっと不便だと思いましてですね、バイクでそれを配達するみたいなことをちょっと始めたんですが、全然お客さんが見つからなくてですね、もう1年ぐらいでおっしゃってしまったんです。で、それから、たまたま、まあ、少しいたお客さんの中でですね、ある美容室のオーナーが美容室の低料金のフランチャイズを始められたんですね。で、そのフランチャイズが急に大きくなって、30店舗ぐらいの、美容室のフランチャイズになって、その仕事をこう一手にやってたんですね。それ福岡本社で、福岡です。で、低料金、安い料金の美容室のフランチャイズだったんですね。で、そこの仕事を一手にやってて、まあ、5、6年ぐらい、ずっとそういう仕事をやってました。でも美容室の、まあ、ほぼチラシですね。チラシというのをメインになってて、で低料金ですから、かなりチラシの量を打つものですから、それで、まあ、BS の仕事を、まあ、かなりやってたというような感じなんですね。で、5年か6年して、そのフランチャイズの大元が潰れてしまったんで、そこから、まあ、低料金という美容室じゃなくて、普通の美容室の、仕事を徐々にやりだして、でそういう流れで、まあ、やってたんです。で、その時に一番良かったのがですね、まず、報告、デザインと広告というような感じで、印刷物が主なんですよね。新聞の折り込みのチラシを入れたりというような形で、で安売りの美容室の仕事をかなりやってたものですから、安売りの美容室がですね、安い料金でどんどんチラシ売っていくと、どういうふうになっていくかっていうのをずっと見てたんですね。でこれはですね、やっぱり、低料金だけで店を美容室が維持するというのはすごく難しくてですね、3、4年ぐらいしか持たないんですね。3、4年ぐらいやっていくと自然にもう潰れていったり、そのグループをこう外れてしまい、外れてですね、普通の美容室に戻られたりされる。で、そういうのをたくさんやってたんで、そのフランチャイズが潰れた時にですね、今度普通の美容師を、美容室の仕事をする時に、その一番悪い点が分かってたんで、それと全く逆の方法でですね、美容室の売り上げを上げるような形でやってたんですね。で、まあそれを、そうですね、まあ7、8年ぐらいずっとやってると、ちょうど40前ぐらいの時にですね、美容室の売り上げの、売り上げをですね、店の中だけで、上げていくシステム、これをこう作ったんですね、美容室で。それカードの
システムを使って店の中で、売り上げを上げていくというシステムで、この分を作ってですね、実験的にずっとやってもらって十何点、させていただいて、でその美容師さんが思っていた通りにこう売り上げが上がっていくようになったんですよ。でこれはすごく自分なりにいろいろ考えて作ったカードシステムですから、すごくこう嬉しかったんですが、実際はですね、印刷をメインにした広告なんで、店の中だけで売り上げが上がるということはですね、チラシの仕事がなくなったんですね。で、印刷関係の広告というのはチラシの売り上げ、仕事の売り上げが一番大きくてですね、その仕事がなくなるということは結構死活問題になってきたんです。で、その当時、もう一つ大きな出来事がありましてですね、若い女の子がこう可愛いってこう何を見ても可愛いって言い出したんですね。10年か10年ちょっと前、20代か20前だいたい分かりますね。何を見ても可愛いって言い出したんですね。で、その可愛いがですね、もう私その頃40近くなってたんで分からなかったんです。結構変なものも可愛いって言ってたんですね。で、最近分かったんですけど、気持ち悪くて可愛いとか、その可愛いも何十種類あってですね、そういうことをこう可愛いってどんどん言ってきたわけです。で、まあお店で、オーナーと、当然仕事の打ち合わせするんですが、若い女の子がこう入ってきて、小口さん、こういう、何でも言うんですね、こういう可愛いのを作ってくださいって言うわけですね。でこれが可愛いのって言ったら、可愛いじゃないですかって言うわけですね。で、私それ分からないんでですね、その頃から美容室の仕事をするときに、やっぱり感性が若い子と会ってないとダメだっていうのはもうずっとやってると分かるものですから、で若い子の二十歳前後ぐらいの方が、女性の人が可愛いと思うやつをもう可愛いと思えなくなればですね、もうあとはやっぱり何年かしかこの仕事ができないなというふうに、同じようなさっきの店の中で売り上げ上げるやつとその可愛いですね、同じような時期に来たんで、じゃあもう広告の仕事をもうやめてしまおうっていうふうに思い出したんですね。でその時にたまたま美容室だけの広告とデザインやってたんです。でその中からそれまではお客さんの要望を聞いて、その要望に合わせて、作るわけですね。いろんなデザインとか文章を考えて、でそうじゃなくて自分が作ったもの、自分が作ったものを売りたいな、要するに既製品ですね、企画品っていう、これを売りたいなとちょっと思い出してるんです。自社商品、オリジナル、はい、オリジナルで、その時に、思いついてたのが、印刷物の中で、企画品としてですね、売れるのが名刺で、はがきで、チラシなんですね。この3つは企画品として売れますので、で、この中から何かをやろうということで、で、一番やっぱり売れるのははがきじゃないかということで、で、8年前に、はがきの通信販売をスタートしました。で、そうですね、美容業界にものすごく詳しかったものですから、美容室さんがかなりハガキを出しているっていうのはもう知ってましてですね。で、ある程度美容業界詳しいんで、美容室の業界誌というのがありまして、で、企画品のハガキを作って美容室の業界誌に、広告打てば、ある程度売れるだろうという予測は立ってたんで、それで始めたと。で、普通はこういう流れで話すんですが、実は本当はあんまり話さない、その前に一度企画品、半オリジナルみたいなハガキの通販を一度やったんですね、9年前ぐらい。で、それは失敗してしまったんですね。で、もともとやってた美容師さんっていうのはですね、美容室が全国にたくさんある中で、広告とかいろんなものをうちに依頼されるとこっていうのはちょっとレベルがやっぱり販促関係で高いお店なんですね。で、私は本当に一人でやってるお店とか、本当にちっちゃなお店とか、その田舎のお店っていうのは全然仕事としてやってなかったんで、
あくまで私の頭の中にある対象はうちのお客さんだと。でそのお客さんに合うような形で、まあ、セミ用にオリジナルみたいなハガキを作ったものですから、それも全然ダメで、でそれはまあちょっとやって無理だなというのが分かって、で半年か1年ぐらいは、まあ、前の仕事をまあやりながらということだったんですね。でもやっぱりこう企画品を売りたいっていうのがあってですね、どうしても企画品を売りたい、そういうふうなことで、じゃ あそのダメだったやつじゃなくて、今この形、このカタログにもう完全に企画品なんですね。でこれをこう売ろうということで、で料金もかなりも安めにしてですね、で、これの販売をこう新たに始める。でただこれをスタートするときに、その一度その前のハガキのセミオリジナルで失敗してるんで、なかなか一歩が踏み出せなかったんですね。で資金はたくさん持ってるわけじゃないですから、そういう意味でちょっとこう踏み出せない部分があったんですが、まあ最終的にやっぱりやらないといけないっていうようなことを思ってたんで、まあ始めたんですね。でその時私やっぱり皆さん経営者の方も多いと思われるんで、自分で判断しないといけない、自分で決断しないといけない時があると思うんですね。でも誰かに背中を押してほしかったんですね。誰かにもう大丈夫だから行けって押してほしかった。でも誰も押してくれない。その時に、ああ見えないですよ、遅くて、大黒摩季って歌手がいると思うんですが、大黒摩季のアラーっていう歌があってですね、これテレビドラマで花一問目っていうスマップの中居君が主演をしててですね、そのドラマの主題歌なんですね。でこれはいつかは夢を叶えたい、このまま終わりたくない、でも目の前の現実は厳しすぎるけど、もう一度だけかけてみようっていう詩なんですね。で君のように輝いてみたいっていう、この歌をもうずっと車の中とかでリピートで聴きながら、で誰か背中を押してくれっていうふうにずっとやってたんですね。でまあ最後はやっぱりこうやらないといけないんで踏み出したんですが、そこぐらいですよね。本当に苦しいと思ったのは、年齢の関係とかそういう関係で事業を変えないといけない。で同じような業界の中で、同じような印刷物を売るんですが、もう方法としてはもう全く違う商売なんですね。でそれを売るときにやっぱりこう自分の決断するっていうのはですね、すごく難しかったものですから。でその時に、これも後になって分かったことなんですけども、その当時ってですね、広告っていうその 大きな、これは本当は市場なんですね。広告という大きな市場があって、で私がやってたのはその市場の中の広告というのは電波とかテレビラジオですね。で新聞とか雑誌とかそういうもろもろを含めて広告っていうわけですよ。で私がやってたのはこの、印刷とかデザインっていうこうちっちゃな部分なんですね。印刷とデザイン、印刷デザインっていうちっちゃな部分をやってて、でこの中のまだちっちゃなですね、本当に美容室という本当に全体の市場の中から言えばものすごくちっちゃい市場の中だけで仕事をやってたんですね。こういう市場の中で、またその中からはがき見えます。この大きな市場のちっちゃな市場のまだちっちゃな市場の中の印刷物の本当の一部のはがき、これだけを取り出してですね、でこの印刷デザイン美容室っていうのは福岡近辺だけでやってました。でもこのちっちゃな一部を取り出すことで今度全国に通信販売ができるようになってますね。でこれは今こんな風に
解説できるようになったんですが、その当時は別に何も持ってなくてですね、たまたま回ったやつを通販しようという、ただそれだけだったんですね。そのこういう場所でですね、大体もともとその話したりするような、本当は、人間じゃなくてですね、4年前、8年前にポストカードの通信販売を始めて、で4年前、ちょうど、今10月ですから、4年前の10月にちょっとある出来事が起きてですね、通販始めてちょうど4年ぐらいで、で通販を始めるとですね、電話で注文があったやつを送るだけなんですね。で午前中に、まあ、私電話あんまり取ってなかったんで、午前中に私は梱包やる、今でもやってますけども、一生懸命梱包して午前中で大体ほぼ終わる、昼からすることないんですよね。お客さんのところに行くわけじゃないです、通信販売ですから。で何もすることがなくてですね、しょっちゅう週に 2,3 回映画を見に行ったりとか、まあ釣りにしょっちゅう行ったりとか、ゴルフに行ったりとか、そういう生活をずっと続けてた。でもそれをですね、4年もやるとちょっと飽きるんですね。遊びがもうなんか、遊びばっかりになるとこう飽きてしまって、でたまたま4年ぐらい前に、知り合いのデザイナーがですね、神田正則さんのピンクの本、あなたの会社が90日で儲かるっていう本をですね、知り合いのデザイナーがちょっと面白い本だから小口さん読んでって言って持ってきたんですね。で私は今でこそこういう場に出てきたりしますけども、それまではビジネスの勉強もしたこともないですし、交流会にも行ったことないですし、全くそのビジネスの勉強というのはノータッチだったんですね。で本も読んだことないです。でその本を読んで、あれはマーケティングの本なんですね、まあ一応広告関係やってるんで、すごく面白い本だったんですね。でダラダラしてた生活にちょっとなんかこうやる気が起きるような本だった。でその本を読んで、でやっぱこのままじゃちょっとまずいかなっていう感じが少し出てきたんで、ただまあ読んでもすぐ動くわけじゃないですから、まあそのまま知ってたんですね。でその年の12月に、山梨県の甲府のですね、歯医者さんから、うちの方に電話がありました。でまあ、うちの女の子が取ってですね、歯医者さんのオリジナルのハガキを作ってもらえませんかということで電話があったということだったんですね。で、まあ、たまにそういう電話があるんで、オリジナルもう美容室以外は作るつもりなかったんです、全部断ってたんですけども、事務所に戻ってうちの女の子がですね、小口さん、その歯医者さんから電話がありましたよ、でオリジナルを作ってくださいということで、電話ありましたよ、うんって言って、で普通はこう断るんですね。でもその断る前にうちの女の子が、小口さん女医さんですよ、女医さんで私あちこちで言ってるんですが、女性大好きなんですね。で女性大好きだから女医さんっていうのもすごく惹かれるんですね。でまあじゃあとりあえずちょっと電話をしてみるということで、電話しようということでしてみたんですね。で電話すると山梨県の甲府の女医さんで、話をするとすごい頭がいい方で、イメージするともうすっごいなんか綺麗な人に思ってます。とりあえずじゃあオリジナルを作るかどうかは分かりませんけども、一度話だけお伺いしますということで、2月よ年が明けて2月にですね、甲府山梨県の甲府にその歯医者さんを訪ねて行ったんですね。でその時に、まあ当然山梨行くのは東京に行って山梨行きますんで、1泊2日で、行ったんですね。で初日に山梨に行って、でその次の日に、その日にも東京に戻ってきてですね、で東京でまあブラブラして、で東京で泊まって次の日も東京で遊んでっていう形で、動いたんです。その東京でブラブラしてる時でですね、私もずっと美容室の仕事してるものですから、東京の、表参道原宿あたりにですね、全国の美容室のもう有名店がもう全部揃ってるんですね。で
その美術室をまあ見たいなと思ってたんで、それを美術室をたくさん見に行ったわけですね。で、その時に、まあ歩きながらブラブラ見てるとですね、ものすごいなんかあっというような子が、女性がですね、どんどん出てきたんですね。で、わあすごいなって、こんな子がいるんだと思ってですね、ずっと見ててきたんですが、その子たちがですね、全部ブスだったの、ブス。ブスでもですね、ものすごいカットしてるんですね。ものすごい上手なカットしてて、服装はものすごく派手で、で、顔も明るいんです。で、これを見たときに私、美術のずっと仕事してて、福岡に行ってですね、福岡の美容師はかなりレベルが高いと思ってたんですね。でもこの東京のこのブスの子たちを見たときにですね、これ全くやっぱり美容師のレベルが違うなというのが分かったんですよ。これ半端な技術のレベルの違いじゃないで、女性っていうのはまあ僕はブスおられないからいいですけど、ブスの人って控えめにしてこう顔を隠すんですよね。で、どうしてもうつむき加減になるんですね。でもこの東京の美容師たちはですね、ブスのカットをすごく派手にショートに顔が完全に見えるように前髪も強烈に切ってやってですね、顔に集中が来るようなカットをしてたんですね。で、その子たちはメイクもものすごく派手にしてたんですね。で、それをやるとですね、もう自分を外に出そうという気になるわけですよ。で、そういう子たちがたくさんいたわけです。で、やっぱ東京の美容室レベルがもう本当に半端じゃないなということ で、福岡に戻ってきて、私知り合いの美容室にですね、行って、ね、この前東京行ってきた。で、東京の美容室すごいよって、ブスをめちゃくちゃ可愛く切ってる。あんたもね、美容師って、美人を綺麗に切るのは誰でもできる。美人もね、僕でも、僕少しカットできるんですね。で、僕が切っても綺麗な人は綺麗。美人は坊主にしても美人。でもね、ブスはね、坊主にしたらひどい。でも、ブスをね、可愛くしてやるのがね、美容師の仕事って本当の仕事っていうのを何人かにこう話してたんです。でも小口さんそう言うけども分かる、よく分かるけど福岡じゃやっぱできない、怖くてね、間地がちっちゃくて怖くてできないっていうふうに言うわけですね。で、まあその時はまあしょうがないなと思ってたんですが、ある時ふと考えたらですね、美容師さんと、うちはもうデザイン事務所ですから、デザイナーですね。で、美容師さんとデザイナーっていうのはほぼ同じような環境にいてですね、よく考えたらうちも一緒だ。東京にはすごいデザイナーがいるはずなんです。実際います。で、もし東京のデザイン事務所がうちのことを知ってですね、うちのようなことを始めたらとてもかなわないというのを思い出したんですね。で、これでデザインに勝てるのはうちは何が勝てるんだろうかっていうのが、ちょっとそれから考え出しまして、で、神田正則さんのああいう本とかそういうはがきを使ってどうしてお客さんの役に立つかっていうのを教えるのが本当のうちの仕事じゃないかというのをだんだん気づき出した。で、その後に、たまたまですね、このニュースレター、神田さんとかニュースレター出しながらっていう、ものが多いんですが、そのニュースレターの中で、ね、知り合いのデザイナーが、ニュースレターをうちに送ってきてくれてたんですね。で、たまたまそのニュースレターを見ると、ランチェスター経営さんのホームページを作りましたって書いてあったんです、そのニュースレターで。で、私ビジネスとか全く知らなくて、ランチェスター経営なんて知らなくて、その当時茅野さんも知らなくてですね、で、ランチェスター経営って何って分からなかったけど、とりあえずホームページ作ったっていうから見たんですね、まあ、見てあげようと思って、ホームページクリックして見たらですね、これがどんくさいホームページでいさかんランチェスターのホームページを見られたことあるか、結構いらっしゃいます、ね、
強烈にどんくさい本で、デザイナーとしては許せないような本で、それを見て、で、まあ、ひどいホームページ作ったなと思って見てたんですが、そこの中に一枚のハガキで売り上げを伸ばす方法というバッチさんの武田先生が書いた本があったんですね。で、うちハガキ売ってるわけですから、すぐその本を買いに行って、で、その本を読ませていただいたらですね、これ単なるハガキの本じゃなかったんですね。商売の基本的なことが書いてあったんです。で、まず初めにっていうところにですね、商売には怠けてるって書いてあるんですね。で、私が一番衝撃的だったのは、いろんなものにハガキ出しなさいって書いてあるんですけども、銀行振込、お客さんから銀行振込いただいたときにお礼のハガキを出しなさいって書いてあるんです、ね、でこれ皆さん商売されたりすると、自分が振り込まれる時もありますよね。で、振り込んでいただく時もありますよね。で、振り込む時は、まあ資金繰りが厳しい時は月末ギリギリに銀行に行って、で、多いのに待たされて、で、かき集めた金をやっと振り込むわけですよね。で、全然向こうから落とさたないですよね。でも振り込む時はそういう思いしてる。でも相手から今度自分が振り込んでもらった時は、別になんて私も思ってなかったんですよね、その本を読むまでは。でもその本を読んでですね、俺自分が振り込むときにそういう思いしてるのを相手もしてるんだっていうのを気づかないといけないんだと思って、で、その本を読んで私武田先生にこうお会いしたくなってですね、これもやっぱり 1,2 ヶ月かかったんですが、背中を押すまで武田先生にお会いしに行ったんですね。で、それまでは本当にビジネスとか全く知らなくて、本を書いた人に会うなんてとんでもなくこう雲の上の人に会うようなことだったんで、それでもやっぱりこう勇気を絞って高田先生にお会いしに行って、もう本当に緊張しまくりではあったんですが、高田先生すごく優しい方で、まあまあまあ座って座ってって言って、で、今ちょっとカタログを手元にあるやつにオレンジの紙が入ってまして、こういうふうに高田先生の本を紹介させてくださいっていうのをお願いにしたんですね。うちのカタログを発送するときに武田先生の本を紹介してくれて、それはうちの方がハガキを上手に使ってくださいというよりもはるかに中身が濃いことを書いてある本なので、ぜひうちのお客さんにこの本を読んでいただきたいと思っている、それをお願いしに、武田先生はいいよいいよって言って、武田先生その時にすごいなと思ったのはですね、これは今ちょっと違うんですけど、一番最初の時は武田先生が、自分のところでそういう資料があるから、じゃあそれを印刷して、渡すからということで、いただいたんですよ。で、当然うちの仕事でやるわけですから、お金も払いますって言ったら受け取っていただけなかったんですよ。で、この武田先生ということはこうすごいことだなと思って、こちらからお願い言ってるやつを向こうのお金でいいよって言われる。で、払いますって言ったけど絶対受け取っていただけなかったんですよね。で、それから武田先生とこうだんだん、こうお付き合いできるようになったんですね。で、その年末ぐらい、その年の年末ぐらいに、ある本を読みました。小さな会社儲けのルールというここに書かれた方がいらっしゃいます。で、その本を読んでですね、12月の31日です、本の中にこう資料請求のハガキが入ってて、それを資料請求で私12月31日にファックスしたんですね、インタークロスという事務所に。だすぐもう5分ぐらいでファックスが返ってきて、ありがとうございます、飯でも食いましょうって言って茅野さんの直筆で、で、おっ、著書からですね、ファックスが来たと思って、私、嬉しくなって、すぐ電話して、で、飯食いましょうって言ったら、まあ、その日は、加山さん、用事があってダメだったんですが、じゃあ、いつにしましょうって言ったら、私は年中無休で、休みは1月1日だけなんですね。で、1日は休みますから、2日どうですかって言ったら、加山さんもいいよって言って、その時初めて加山さんにお会いして、事務所に行って、で、まあ、そこからの萱野さんにつながるんですね。
その頃の茅野さんって本が10月に出たんです。11月に出て、その頃会った時にどういう状態か知ってある方たくさんいると思うんですが、花がこう50センチぐらいになってくるんですね。ものすごい状態でなんかちょっと売れてるけどすごい人だなと思ってその時の印象はそんな感じで、もう今はもう落ち着かれて本当にいい感じなんですけど、ね、でだからホームページとか見てたらちょっと最初ああいうに行くのもやっぱ茅野さんも怖かったんですよね。ちょっと武闘派の感じだったんで、さっきから広告という話が出るんですが、茅野さんは広告の仕事されてたんですね。広告で茅野さんの広告っていうのはですね、新聞とか雑誌が多かったんですね。どっちかっていうと、ね、新聞雑誌 の文章が長い文章がたくさん入るやつ、長い文章で、まあ、その本文とかボディーコピーとかそういうふうなやつを、茅野さん作られて、で私の方はチラシ関係で、私は長い文章じゃなくて短い言葉で、気持ちを伝えるみたいな広告をやってる。だから同じ広告やっててもちょっとこう中身は違ったんですが、ただずっと茅野さんと付き合ってるとですね、一つ共通点があったんですね。嘘です。嘘、広告にはもうたくさんの嘘があるんですね。でもうほとんどの広告は嘘だと思う。で僕は嘘が嫌いなんでですね、僕は嘘をつかない広告っていうのでずっとやってたんですね。でそれで、お客さんに来ていただこうっていうふうにチラシを作って、僕は嘘をつかない。茅野さん の広告はですね、嘘を叩く広告、長い文章で嘘を叩きまくるような広告だったんですね。でただ本質的に嘘は嫌いだ、で広告業界には嘘があるっていうふうなものが同じような考え方があったんで、性格とかがちょっとかなり違うんですが、そういう部分ではもうかなり茅野さんとこう考え方近くてですね、でこの嘘っていうのをずっとやり続けるのは茅野さんも多分嫌だと思ったんで、今みたいな仕事を始められたと思うんですね。で僕は、嘘というのも嫌い、嘘をつかないままやってたんですが、僕の場合も年齢的なものとかさっき話したようなやつで、広告が離れるみたいな感じになる。この嘘ってちょっと分かりにくいと思うんですが、よく、割引券があります。私が考える嘘っていうのはですね、いろんなところで割引券を出されますよね。割引券でもらった人はそのお店に割引券を持っていけば、その割引券を割引金額分割引できる。私それダメって言ってた。そんなことしたらダメというのは、もし自分がですね、割引券持ってなくて、でもう一人のお客さんが持ってて、で美容室だったら全く同じカットをして、でレジで一緒に払った時に片方のお客さんは割引券持ってて安く払う、自分は割引券ないから高く払う、これって何の意味もないんですよね。割引券って何が意味があるの、そんなふうに思ってやってたんです。この辺がちょっと私ちょっと変わってるかもしれないんで分かりにくいと思うんですが、割引券の本当の意味ってですね、割引券を発行するということはたくさんお客さんに来ていただきたいんですよね。たくさんお客さんに来ていただきたいから割引券発行してるのに、なんで、全てのお客さんにその割引を適用してあげないの、それが本当だと思うんです。でもみんななんか当たり前みたいにやってて、それが普通一般的にされてるからみんなやってるんですが、私はそれはダメで言ってたんですね。何か店で割引するときはもう全ての対象、お客さん対象にやります。でチラシでもチラシでもたまにありますよね、この件ご持参の方に限り割引しない。チラシをたくさん打ってですね、チラシを打つということはたくさんの新しいお客さんに来てもらいためにもらいたいためにやってるのに、割引、持ってきた人しかできない。こんなバカなことは本当はなくて、でもそのバカなことをこの広告という業界でやってる、これは本当に間違ってる。
で、そういうふうなことですね。で、今度、まあ、武田先生とかっていうのが勉強を始めてくるとですね、いろんな勉強があるんですが、私ちょっと中途半端にしかアンチェスタル経営の勉強してなくてですね、まあ、特にはがきというこう、もう本当に部分的なものを売ってるんで、そういう部分だけしかちょっと勉強してないんですけども、はがきの中にもやっぱりいろんな嘘があると思ってて、ね、で、なるべくはがきを出してもらうときに、まあ、嘘じゃないようなはがきを出してもらいたいなっていうふうな感じで、今やってます。まあ、流れ的には、今のような感じで、ちょっと現在に至っているような感じなんですが、このまま少しはがきを、まあ、売ってるですね、関係でちょっとこの場にふさわしくないと思いますけども、ちょっとはがきのはがきを話をさせていただこうと思うんですが、まずはがきはありがとう、はがきはありがとうで出しました。で、これ本当にはっきり、認識したのはやっぱり高田先生の本を読ませていただいてからなんですね。はがきはありがとうで出しましょう。で、今皆さんのお手元にですね、たくさん来る DM ですね、お金くださいが DM、 金持ってこい、キャンペーンしてるぞ金持ってこい、値引きするぞ金持ってこい、こういうことを高田先生の本を読んで、はっきり気がついたんですね。で、なかなか私もたくさんはがきを売っててですね、美容師さんの仕事をしてて、なんとなくは分かってたんですが、こういうふうにはっきり認識したのは高田先生の本を読んでからなんですね。で、一番分かりにくいところは、ありがとうっていうはがきを出して、売り上げが上がるんだろうかっていうところがですね、ありがとうはがきを出されたことない方には絶対分からないことなんですね。で、福一不動産の古川社長いらっしゃいますけど、古川社長のところの福一不動産も、ありがとうっていうはがきをたくさん出されるんですね。で、それで不動産屋さんですけど売り上げが上がるんですよね。上がらないので上がるんですでこれ多分された方しか分からないと思うんですね。で、この説明がですね、私最近ぼつぼつその講演をするようになって、この説明が一番難しいんでですね、その説明のためにこういう話をします。武田先生のその一枚のハガキで売り上げを上げる方の中にですね、防府天満宮、山口県の防府市にある防府天満宮というお宮さんがハガキを出して、お賽銭がどんどん増えて、昔は本当に貧乏なお宮だったのに、山口一のお賽銭が入るお宮さんになりましたという話があるんですね。で、その本を読んでですね、うちの方にその高田先生の本を読まれたお寺さんから、去年はがきの注文がありました。私嬉しかったんですね、お寺さんから来てはがきの注文。もともとは美容室だけでやってて、で、まあ、だんだん業種がこうたくさんの業種の方から注文いただけるようになって、で、病院とか銀行とか大学とかですね、いろんなもほとんど今200業種ぐらいからご注文いただくんで、いろんな業種から注文いただいてるんですが、このお寺さんは初めてだったんです。で、私嬉しくなって、ちょうどささくりのお寺さん
笹栗のお寺さんに88箇所巡りの方の49番札所のお寺さんで、お寺さんから注文があったんで、話を聞きに行こうと思って行ったんですけど、お寺さんからの注文のやつ完成はがきで注文いただいて、で、うちの方に資料請求でいただいたんで、このカタログをお送りして、その後に注文いただいてですね、この度はカタログを送っていただきありがとうございました。で、早速注文いたします。で、何を何枚、何を何枚、何を何枚って書いてあって、以上注文いたします、よろしくお願いします。で、ここにですね、お寺の名前が書いてある。笹栗のお寺さんの名前がライオン寺です。住職の名前はホラさんですね。福岡にいるとライオンズ、昔いましたから、このライオン寺のホラって書いてあったんですよ。これもしかしたら冗談じゃないかなと思ったんですね怪しいなと思ったんですよ。で、以上注文しますって書いてあって、最後に合唱で以上注文します、合唱で。お寺さんは肌着注文するときの合唱なのかなと思って、で、このお寺にお伺いして、話をこう聞こうと思って行ったんですけども、防府天満宮の本の中で防府天満宮のことを読んで、お賽銭がたくさん増えたから自分もやろうと思って、うちの方にハガキを注文したけど、ハガキが届いてどんな風に出していいかわからないって言われたんですよね。どんな風に出したらいいんでしょうか。私もその時ちょっと返事に困りまして、まあなんかごちゃごちゃ言って帰ってきたんですよ。で、その後にこうよく考えるとですね、うちの方は美容師さんがたくさん買っていただきます。美容師さんが普通に一般的に出されるハガキというのはですね、こういう内容です。前回何月何日、前回何月何日、ご来店いただきましてありがとうございました。そろそろお手入れがしにくくなることころかと思います。お近くにお越しの際はご来店ください。これがもう一般的な美術さんのささみのハガキなんですね。来店された1ヶ月後とか1ヶ月半後とか2ヶ月後に出される。私お寺さんに行ってこれを当てはめるとする前回、あれは5年前おじいちゃんのご葬儀にご利用いただきまして誠にありがとうございます。あれから5年が経ちました。そろそろおばあちゃんにもお迎えが来られると思います。その際は来年をよろしくお願いします。で、こうなるんですよね。これがお金くださいっていう DM だと思ってるんですね。で、本当にこういう商売っていうか、まあ、商売じゃないでしょうけど、こういうとこがですね、お礼のハガキとか出そうと思う、普通に一般的に、お誘いとか案内とか出してあるやつはこういう商売にも出せないんですよ、ね、で、こういうところは本当に感謝の気持ちを伝えるとかありがとうございますっていうやつしか出せないんですよ、ね、で、ここにありがとうございますっていうハガキと金持ってこい DM の差があると思います。で、高田先生から私 も勉強したことなんですが、何か利用してもらったらまず最初にお礼のハガキを出しなさい。で、もう一度ぐらい
金持ってこいじゃなくて、はがきを出します。でこれはもう業種によっていろいろありますので、で、その2回ぐらい出すと3度目は金持ってこいでもいいよっていうふうに書いてあるで、私がその勉強した後に、今はもうこのカタログに売上アップのレポートというのが入っているんですね。でこれは毎年作るように3年前からしたんですが、今年でまあ4回目やってるんですが、まあ、最初の頃はもうほぼ美容師さんだったので、美容師さんに、3年前に書いたレポートには、美容師さんがこんな風に出したらいいですよっていうのをですね、書いてあるんです。っていうのは、来店された当日、まず、お礼のハガキを出してます。お礼のハガキ。で、このハガキはですね、普通、美容師さんの場合は、まあ、床屋さんでも一緒なんですが、見習いの子がシャンプーするんですね。で、その来店された当日に、見習いの子が、そのお客さんに、お礼のハガキを出しています。今日は、ありがとうございました。まだシャンプーも上手じゃないですが、頑張ってシャンプーしました。っていうふうに出してください。で、この時に日付を変えてくださいって言ってるんですよね。例えば、今日だったら10月の27日、8時10分。こんなふうに書いて出してくださいって言ってるんですね。で、この後に、今からまたシャンプーの練習をします。次に来られた時は、もう少し上手になってみますので、っていうふうに書きなさいっていうふうにレポートを。で、この後に、3、4日後にですね、今度カットをした人が、様子どうですかって、ちゃんと手入れできてますか、何か悪いところあったら、ちゃんと直しますので、いつでも遠慮なく来てくださいっていうはがきを、3、4日後に出してください。3、4日後ですね。で、今度はお金持ってきてくださいを出していいです。っていうのはお客さんのサイクルに合わせて1ヶ月後とか1ヶ月半。で、こういうふうに出してくださいっていうのが最初のレポートに書いてあるんですね。で、このはがきを実際、このレポート書いた後にお客様の方からいただく声がですね、シャンプーをする子が自主的に練習するようになりましたって言われてくるんですね。でこれは当然なんですね。お客様のお礼のハガキを出すわけですから、で自分が今から頑張って上手になりますというのを書いて出すわけですから、当然自主的に練習するように、でスタッフの中身から店の中身から良くなっているんですね。で昔やってた広告というのはですね、スタッフとか何も努力しないでどんどんお客さん来るんですよね。でこういうお客さんにはスタッフとかのありがたみを感じないんですね。でそれで店が自分が努力してこうお客さんに良くしようという気持ちがすごく少なくなる。でも、ありがとうございますとかお礼のハガキを出すとですね、それがスタッフの中から自然に出てくるようになります。でそれがお礼のハガキもすごくいいところじゃないかなと思って、ハガキのハガキの話はあんまり面白くない。まあハガキ書くときに、住所とお客さんの名前が手書きで書いてくださいっていうのを言ってるんですね。でそれが一番大切なことだと思ってます。手書きで書くということはですね、書くときに書いてる方の顔を思い出すんですね。それはすごく大切なことだと思ってます。で今パソコンで印字されたやつとか宛名のシールとかっていうのが、そういうのが来るのが大半だと思うんですが、宛名を手書きで書かれるだけですごくお客さんは喜ばれますので、そういう意味では時間はかかりますけども、ぜひはがき出すときはそうしていただきたいと思います。ちょっといらないことだと思うんですが、今日配った資料の中に近江商人、近江商人の生涯の十教訓というのが入っていると思うんですが、もう文字だけのないですか、こういうやつの
広告の仕事やってて、そういう流れでずっとやってるものですから、で私自身の、うん、仕事に対する考え方も、まあ、かなりこれに近いようなものじゃないかなと思ってですね、今日ちょっと、これをこう配らせていただいたんですね。一番最初に売り手よし買い手よし世間よしで、こういうふうに、書いてあるんですね。これ大岡越前がですね、何でした、大岡越前が何か訴えを受けて、でその人が三両損して、で訴えられた人も何か自分も三両損してっていう裁判があって、で大岡越前がその時にじゃ あみんな一両ずつ損しようという判決をしたんですね。で大岡越前も自分も一両です、であなたも一両損しなさい、あなたも一両損しなさい、でこういうのが僕すごく好きでですね、今のハガキの通信販売するときもこれも似たようなちょっとことを考えてるんですね。ホワイトベースっていう、うちの会社がハガキを売っているんですね。で一番最初はうちのお客さんはほとんど美容室さんなんですね。ホワイトベースという会社があって、はがきの通販を始めて、そのお客さんの対象は美容室さん、この時に私は考えてたのはですね、美容師さんが使いやすいはがき、美容師さんが出しやすいはがきを作ろうと私は思ってなかったんですね。私がその時にこのカタログを作る時に、今でもそうなんですが、この美容室に来られるお客様、まあほぼ女性です、私が大好きな女性、私がこのポストカードをデザインするときにですね、一番考えたのはこの美容室のお客さんがもらって嬉しいと思うハガキを作ろうと思って、ずっと8年間作り続けます。でこのもらわれた女性お客様が喜んでいただければですね、美容師さんに行っていただける確率が高くなると思う。で、その結果美容師さんからたくさん注文を取るんじゃないかなというふうに考えてるんですね。で、なんかうちはこうさっきなんかみんな一両ずつ損せるって言ったのに、うちだけなんか儲かってるような感じはするんですが、常にこうこんなふうに考えてます。自分の直接的なお客様、うちの場合は本当はこの美容師さんですよね、1対1で商売をするよりも、1対1で商売するということは、細ければ線、少し大きくなってもパイプ、パイプみたいな感じでも行ったり来たりだと思ってるんですね。でこの行ったり来たりをやってると、この人からどれだけお金を巻き上げようかというふうに自然に考えるような気が私なんとなくするんですね。でそうではなくて、このお店の本当に役に立つことってないんだろう、でこのお店の本当に役に立つことはこの方に喜んでもらえることだと思ってるんですね。ですからうちの場合はハガキを通してこの方に喜んでもらえるようなものを作ろうと思って、今そういうふうな感じでやってます。お客様の役に立つこと、ちょっとなんか偉そうにいろいろ言ってますけど、なんか話をするとこうなるんですよね。普通結構いい加減にやってるんですが、話とか文字にするとこうなってしまうんで、実際はこんなにちゃんとした考えしてるわけじゃなくて、こういうまとまった考えもやっぱり3年ぐらい前からいろんな方とこう、お会いするようになってから、だん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 自分なりの考えとこうまとまってきたみたいなことがあって、で商売ですよね。商売、商売でこれ経営者でもサラリーマンの方でも一緒だと思う。商売をやる、商売っていうのはですね、
お客様の役に立つ。役に立つ。役に、お客様の役に立つことをして、その結果としてお金をいただける。こういうことだと思ってるんですね。で、今ずっと広告なんかやっててですね、これをみんなやっぱり忘れてるんじゃないかなと思うんですね。お客様の役に立つことしか本当はお金にならない。で、さっき言ったお客さんと一対一でお客様からお金だけを取り上げようとするとですね、長く続かないと思ってるんですね。で、この役に立つことをして初めて、お金になる。うちの場合ははがきを買っていただいて、それを出していただいたら、そのことによってお客さんの役に立つ。で、何の商売でもそうだと思うんですよね。本当はお客様の役に立ってるはずなんです。それをなんかこう大きなものにこう包まれてしまうと、それが分からなくなって、ただ物を売ってお金をもらってるみたいなものだけになってると思うんです。それじゃなくて、役に立つことをすればお金になるというのですね、自分の仕事で考えられれば何か見つかってくると思うんですね。お客様の役に立つことで、この近江商人の中でですね、3番、私が好きなものが3番なんですね。売る前のお世辞より売った後の奉仕、これこそ永遠の客を作るって書いてあるんですね。で、永遠の客を作る、広告をずっとやってて、広告では永遠のお客さんが作れなかったんですよね。最初の頃にやった低料金の美容室のグループ、どんどんお客さんは来るんですけども、ほとんど残らない。また新しいお客さんを見つける。で、またどんどんお客さんが来る。でも残らない。これを繰り返していると、3、4年でそういうチラシに反応するお客さんがいなくなるわけです。で、これは売る前のお世辞っていうか、売る前の、割引ですよね。そういうもので、集客をする。でも、そうじゃなくて、来ていただいたお客さんに本当にこう役に立つ。美容室だったら、綺麗になってもらう。他のご商売だったら、そのお客さんの役に立つ。で、これをずっと続けていればですね、商売って決して、うまくいかないわけはないと思ってるんですね。ただ売ってあるものによって、そう簡単な、その単純なものじゃないときはあると思いますけども、でも基本的にはやっぱりこれだと思う。売る前のお世辞より売ったのかと思うし、それと、もう一つ好きなのがですね、無理に売るな、客の好むものを売るな、客のためになるもので、これも私、広告をやってた時にですね、お客さんから依頼があって、さっき言った嘘とか入ってる時にですね、私、仕事を断ってたんですね。お客さんに一応説明しますから、こういうふうに、これは結局最終的に嘘になるから、こういうことはやめた方がいいですっていうのを説明してくれて、それでもお客さんがやってくれって言われたときは、私断ってやらなかったんですよ。で、それはこれをもともと知ってたわけじゃなくて、やっぱりそれが本当だなと思って、そういうふうになる。で、今もともとから前からもそういうことがたくさんあると思うんですが、値引きですよね、値引き。うちが広告の仕事をやってて、例えばチラシを作って30万とか50万というふうに言ったときに、あそこの印刷会社はうちが50万って言ってるのに、30万でやるよっていう話がたまにあるわけですね。その時に私が話してたのはですね、例えばうちが50万です、例えば5万枚のチラシを作ったとして、ホワイトベースは50万円です。よその印刷会社は30万円です。こういう話があったときに、私はその時にお客さんに話したのはですね、うちは50万だけど、お客さんのお店に
200万の利益を上げてあげますよ。この印刷会社さんはどういうところか知らないですが、おそらく、50万とか100万、よく言って100万ぐらいの利益しか多分上げられないと思います。どっちがいいですか、本当に高いのはどっちなんですかという話をしています。物が高い安いっていうのはですね、金額だけじゃなくと思ってないと思ってるんですね。それが何のために使われてどれだけ効果があるか、これが本当の物の価値だと思っています。で、こういう話をします。それでも言うこと聞かないお客さんは、じゃあそっちに頼みって言って頼んでもらってたんですね。で、その後にごめんなさいって言ってくるお客さんもいるし、そのままのお客さんもどうせおられます。でも私はそれでいいと思ってたんですね。完全にその当時は広告という仕事ですから、広告の金額がいくらというよりも、その金額でいくら利益が上がるかっていうふうに、思ってやってました。で、もしこの30万の印刷会社さんが200万の利益を上げたら、これごめんなさいって言うほうがないんですよね、私の方は。で、私が勉強しないといけないこともある。で、それがすごく、もしそうなったら私勉強しないといけないわけですから。でもまあそういうことはなかったんで、よかったんですけども。今、カタログの中に今年、また新しいカタログがそれに加わって13、14というのが、新しいカタログなんですが、で、今年もレポートを入れさせていただいてるんですね。ずっとこう、レポートを入れる、2005年の9月というレポートで、見ていただかなくてもいいんですけども、お客様フォローの確率論というレポートを書いています。お客様フォローの確率論、これはですね、以前ここで講演されたこともある石原明さん、営業マンは断ることを覚えなさいでしたっていう本を書かれた有名なコンサルタントの方で、石原明さんという方がいるんですが、石原明さん、この方が顧客フォローの確率論っていうのをちょっと何かに書いてあったので、まあそれのちょっと真似っぽいやつなんですが、今年のレポートはそれを書きました。で、この一番最初に振る舞いのお世辞より売った後の方針、これこそ永遠の客を作るっていう部分にこう重なってくるんですけども、分かりやすいのはですね、車の販売をしている営業も、車販売している営業マンの方がですね、年間100台売ると仮定します。年間100台。で、年間100台というのはかなり、売り上げがいい方ですね。で、新車の販売ですから、ほぼ買い替えサイクルが3年間としますと、毎年100台ずつ売っていくことですね。で、3年買い替えですから、100% お客さんにリピートしていただければ、お客さんは300人だけフォローすればいいわけですよね。で、このたった300人のお客様をフォローするだけで、もう車の販売ではトップセールスマンになれる、たった300人。ただし、そういう現実にはそういうわけはいかないんで、浮気する人とかそういうのも含めてですね、多分500人ぐらい本当に永遠になるっていう、自分が思ってる永遠な
ていただけるお客様というのを500人ぐらい持ってれば、このトップセールスマンとしての売り上げを作れるんじゃないか。たった500人なんですね、トップ営業マンというのをフォローする。でそういうことをこの中にちょっとこう書いてる。でお客さんをこう一人ずつちゃんと見てればこれが可能だと思うんですね。で実際にあの年間200台売る営業マンの方がおられるらしくて、その方の営業方法というのはですね、買っていただいたお客様に2ヶ月に1回社内法みたいなやつが出て、それを郵便で送らずにそのお客様に毎回毎回ご自宅に行って持っていかれる営業方法はこれだけらしいんですよね。毎年200台、それだけをやって毎年200台売る。なおかつこの方はトヨタとか日産とかじゃなくて、もう少し別のはっきりしないマツダかなんかの営業マンの方だと思います。とても考えられないような数字も。その方はバリバリの営業じゃなくて工場から営業の方に回されて、で自分ができることはもうそれしかないということでずっとそれだけやる。でこの方よりすごい毎年200台という数字も。でそれは営業の本質じゃないかなと思ってるんですね。新しいお客さんを見つけに行くよりも今あるお客さんをどれだけフォローできるか、でその方に信用していただければ紹介が出てくるっていうふうになると思うんですね。でその積み重ねだと思ってます。あと8番の小札を守れっていう、これもさっき言ったようなこととも同じなんですね。小札を守れ、値引きは返って気持ちを悪くするぐらいの落ちた。こういうふうに近江商人 の, この商売の十訓って書いてある。やっぱり昔の方ってすごく本質的なものをですねちゃんとやっぱり見られてると思うんですよね。で今世の中がちょっと便利になりすぎてそのこういうものが見えないと思うんですが、本当はもうこれしかないみたいなことだと思うんです。でこれをこう本当にちゃんとやれれば商売としては必ず成功すると思ってます。で、そうですね、最後の方にはがき、もしはがきを、出そうと思われる方がこの中におられると思います。はがきの出し方に2種類あります。その都度はがき、はがきと定期はがきという2種類あります。でその都度はがきというのはですね、こういう場で名刺交換されて、で名刺交換した後のお礼のはがきとか、お客様に何か買っていただいたらお礼のはがきとか、さっき話しましたように銀行振り込みがあったらありがとうございますというはがき、そういう何かがあった時に出すはがきですね。でこれはそこまで難しくないんですね。そのつもりで出せばお客様と接触する。でこの難しいのが定期はがきだと思うんですね。一度こういう場所で例えばお会いして名刺交換してですね、で、お礼のはがきを出されて、その後会う機会が全くなければそのままで終わってしまうんですね。その人の関係も切れてしまう。でそれでは商売としてはダメだと思ってるんですね。でこの定期はがきを上手に出せば、これうちの方、レポートにこういうことを書いてまして、それを実行していただいているお客さんはうちの方にたくさんいらっしゃるので、それである程度の売り上げがかなり確率的に上がるっていうのはうちの方で、分かりますので、この定期的なはがきの出し方ですね、これをちょっと難
難しいやつなんですが、これを簡単に立つための方法です。お客様との関係を途切れないようにするための方法です。例えばこう来店型のお店ですね、店舗型の営業されてるとこ、もしくは訪問型の営業されてる、でもお客様に利用していただいた日にちというのがあるんですね。で、12段のレターケースを買ってくださいということを言っている。これに、1月、2月、3月というふうに各引き出しに、月、1月、2月、3月というのを振っていただいてですね。で、1月に、例えば商品を買っていただいたりお店で利用していただいたりしたときに、1月に当然、お礼のハガキを出す。当然って言ったら出さない人たくさん多いと思うんですが、まあ、出すと仮定してですね。で、この後に、関係が途切れるわけですよね。お客さんとも次の接触がなければ。その時に、定期的な出すハガキを出す方法。で、3ヶ月おきに出すとします。で、3月、6月、6月、9月、11月、3ヶ月おきに出しましょう。で、これを確実に出す方法なんですね。で、例えば、今日私が井上さんにお会いしてですね、で、まあ、今日何か私が買っていただいたでしょう。で、すぐお礼のハガキを出して、で、今日はありがとうございましたっていうふうにお礼のハガキを出して、で、今日ですね、そのお礼のハガキと一緒にこの、3ヶ月後に出す1年分を全て、書いてしまう。で、このポストの中に、入れてしまう。で、3月になったらこの引き出しを開けて、そのハガキを取り出して、で、書くことがあれば書いて、で、送ります。で、この3月に3ヶ月の最初の3ヶ月後に出すハガキの時に、今日井上さんとお会いしてるわけですから、こけ茶のセーターを着てあって、で、ブーツ履いてあって、で、髪はこういう感じでっていうのを私今分かりますけど、今日の3ヶ月後に出すハガキはそのことを書いておくんですね。今日素敵なこけ茶のセーター、今日じゃなくてね、前回買っていただいたときに素敵なこけ茶のセーターと素敵なブーツでしたねっていうのを書いてここに入れておくんですね。で、当然3月になってこう取り出して井上さんの服を僕が、まあ、覚えてる可能性はすごく少ない。でもそれを読めば思い出すんです。思い出さなくてもいいからとりあえず見ましょう。で、それにまた書き加えることがあったら書き加えてポストに入れましょう。で、もし井上さんがそれをもらわれたら覚えてくれてたのねって思いますよね。で、それは結構商売としては大切なことだと思って、で、引き出しから見て、必ず確認をするということが大切だと思って、で、切手を貼ってお出しする。で、それをこういうふうに仕組みとして作ってもらえれば確実に出てきます。で、この仕組みをですね、実行された方というのは訪問型の営業の方でも、まあ、すごい方は売り上げが倍になりましたとかという方はおられます。ですから、ここはですね、関係を絶対、途切れさせない、一番いい方法だと思ってるんです。で、これを今パソコンの仕組みとかで簡単にできると思いますけども、例えばパソコンの仕組みで作ってて、3月に出すハガキというリストを出して、パソコンからリストは出ますし、それを印字して出すことはできますけど、それは手書きではできないんですね。で、手書きでする方法で3月にそのパソコンのデータを書こうとすると、その時に忙しいっていういろんな支障が出てくるわけですね。で、それをなくす、これ方法だと思って確実に出す。で、これをしていただければですね、かなり、売上的にはかなりできてくると思います、ね。で、例えば
1月に取引買っていただいて3月に出して6月に出してで9月に出してでその9月に出した後ぐらいに電話を入れてください。一度も買っていただけない人に、向こうからまず最初にこういう電話された時に言われます。いつもはがきありがとうね。でこれがすごく大切なことなんですね。向こうの方はすごくそういうはがきをもらわれないので意識されてるんです。で何かしてもらったという気持ちがお客さんの方に結構出てくるわけですね。それが後の商売につながりますし、この9月に電話した時にスムーズに買っていただけるような局面になりますので、ぜひこういう感じでハガキを下げるんだったらしていただけたらいいと思います。そうですね、終わろうかと思いますけど皆さんはいないですね。じゃあこれで終わります。今日どうもありがとうございました。なんでハマったチケット忘れてました。メッセージを出すっていう、私こういうところで女性が好き女性が好きってずっと言ってるけどですね、なんか身の程知らずな方を女性の方に集まってもらって、メッセージを出すっていうのは商売でも女性が好きでも何でも結構大切だと思ってですね、ただそれだけです。失礼しました。ありがとうございました。まだまだですね。本当はもう、たくさんあるんですけど。この中で定期的にですね、自分のお客さんとかで、別に恥ずかしがらずに、遠慮せずに、一応、はがきをですね、仕事で出しているという方、そういう習慣があるっていう方、どれぐらいおられますか。山下さん、手を挙げてました。わからないですけど、平均よりはやっぱ多いですね。平均、一応高田先生の調査によるとやっぱ 3% ぐらいですね。それが本当は普通だと思うんですね。そうですね、損保ジャパンの話がゆっくりで、なんかバラバラと喋るんで、今日は特に普通のハガキの話じゃなくてホワイトベースの話もちょっとしたので、普通私が一番ハガキの声の時に話す話です。損保ジャパンの損保保険の営業の方の話をするんです。損保ジャパンの永井さんっていう損保保険の営業の方がおられて、この方がですね、ある時はうち事務所大名なんですが、飛び込みで来られたんです。飛び込みで来られて、でその頃はまだ安田火災だったんですね。4年ぐらい前で飛び込んで来られて、名刺交換をお願いしますということで名刺交換して、でじゃあ失礼しますってすぐ帰られたんですよね。何も言わずに。で俺すぐ帰ったなと思って、で次の日にお礼のハガキが来た。今日は名刺交換していただきましてありがとうございます。今日はって書いてあるんですね。だから今日書いてその日にポストに入れて翌日に私のところに来た。1週間後ぐらいに近くまで来ましたのでご挨拶に来ましたって言って、またうちに来て、でご挨拶でだけですからって言って、また失礼しますってすぐ帰ったんです。私ですぐ帰って、また次の日にお礼のハガキ、今日は突然お邪魔してすいませんでした、でもすぐ帰ったんですね。私ハガキ売ってるんで、この永井さんにすごく興味があって、3回目に来られた時にすぐもうちょっと上がっていきませんかって言って話を聞いたんです。どういうふうにその営業でハガキ出してるのっていう、もう今言った通りなんですね。最初に名刺交換して、
で、すぐお礼のハガキを出して、で近くまで来ましたって言ってお礼のハガキを出して、それをずっと繰り返されてる。3回目か5回目ぐらいに社長が、まあちょっと話でもしていかねって言われるそうです。ほとんどで、この社長は自分のお客さんになるっていう方にも10回でも20回でもそれを繰り返すというんですね。上がっていきませんかという、飛び込みの営業の場合ですね、一番のストレスは断られることなんですね。でこの永井さんは絶対断られないんですね。断られる前に帰るんですよ。で、営業とか全然しないんですよね。もう仕事の話もしない。でもそのまま挨拶だけですぐ帰るんです。当然興味が、私は特に興味が湧いたんで、で、その話を聞いてて、で、あ、そういうふうに営業するんですよと言って。で、この飛び込みの営業の時のですね、うちみたいなちっちゃな会社は、まあ、ドア開ければすぐ私いますから、分かりますんで、そうじゃないんですね。大きな会社は受付がありますよね、受付。受付があって中が見えない。で、責任者がどこにいるかわからない。当然こういう場合もあるわけですよね。で、この時はこうするんですよっていうのを言われた時にですね、まあ当然女性の方ですよね。で、女性の方に名刺を渡して、失礼しますって言って帰るんですね。で、ただハガキを出す相手がいないですよね。社長をわからないわけですから、そこの責任。永井さんはですね、受付の女性にハガキを出されてたんです。名札をつけられたら、ドアでですぐ井上さんってメモって、で、服とか髪型とか見て、名前がついてなければさっきみたいに、焦げ茶のセーターを受けられた、ちょっとウェーブがかかった、とても綺麗な清潔そうな受付の女性の方へってハガキを出される。今日は名刺取っていただきましてありがとうございます。そんな風に出される。で、次に訪問した時もさっきと言って近くまで来ましたので挨拶に来ました。で、行ってまたすぐ帰って、その女性にお礼のハガキを出す。で、また行ってお礼のハガキを出す。この永井さんは実は猫が好きなんです。猫。猫が大好きで、うちの、うちに猫のハガキたくさんありますので、うちの猫のハガキばっかり買ってですね、この受付の女性の方に出されます。もうやっぱりさっきみたいに3回とか5回ぐらい待ってくると、この受付の女性がですね、この永井さんのことを猫のおじさんと呼ぶようになるんですよ。で、そういうふうにこの女性がなってくると、社長に合わせてくれるようになるんですよ。社長が暇そうにしてるとですね、今いいですよって、社長暇そうにしてるから入っていいですよって言われるようになるんですよ。こんな風にして受付を突破してるんだ。で、この時もやっぱり断られないんですね。断る前に帰る。で、この方がこれだけでもすごいと思ったんですが、この方が本当にすごいと思ったのは、事故の時のハガキの出し方を話されてたんですね。永井さんがおられてお客さん、車の保険でですね、お客様が事故を起こされます。で、事故を起こされたらまず一報が入って、ね、まあ、ざっとした話を聞いて、その後にまずハガキを1枚目、まあ、事故が軽かったらですね、とりあえず人身とかじゃなくてよかったですねっていうのを出されて、でしばらくして実際の事故処理がですね、実際の事故処理するのはこの営業の方じゃなくてサービスセンターというのが事故処理やりますので、このサービスセンターが、事故の設置をお客さんとやります。で、その分もまた今からサービスセンターが、お客さんとこうやり取りしながら事故処理していきますので、ね、サービスセンターの連絡先とか、自分の携帯の番号とかというのをこう流れをいただきます。で、今度事故が終わったら、まあ、もう一枚だと思います。この度はあまりお役に立てずに申し訳ありませんでした。車の事故の場合はその保険金の出方とか相手の比率とか事故の比率とかがありますので、そういう面であまり役に立てなくて申し訳ありませんでしたというふうに出される。やっぱりこまめに出されるなと思って、
そのあたりこの永井さんが言ったのがすごかったんですね。私自己処理が全部終わったらサービスセンターの方にお礼のハガキ出すんですよと言われたんですね。自分の会社の中の事故の担当の方です。で私こういうふうにいろんなところでこういろんな方と会うようになって、損害保険の営業の方に話聞くとですね、この人の悪口言うんですよね。自分のお客さんにこう見積もり通り保険を出さないとか、そのスピードが遅いとかっていう、ほとんど その営業の方は悪口言われるんですが、この永井さんがこのサービスセンターにお礼のハガキを出してたんですね。で、このサービスセンターの方って仕事自己処理ですよね。すごい嫌な仕事をしてやる。でも社内の営業の方とか保険代理店から文句ばっかり言われるし、とんでも魔食に合わない仕事をする。でもこの永井さんはお礼のハガキを出される。これをずっと出してました。事故のたびにサービスセンターにお礼のハガキ。ある時このサービスセンターの方が自分の保険の満期が切れたんで、永井お願い、永井さんお願いしますというふうに言われました。でしばらくするとこの方から自分の知り合いが保険入りたいって言うからっていうんで、永井さん紹介しますっていうふうになってきました。で当然このサービスセンターの永井さんのお客さんが事故を起こされた時にすごくいい対応をされるんですね。で、保険金もこの方はある程度自分の採用範囲というのを持ってあるんで、出せるところまで出してあげるんです。で当然このお客さんが本当に喜ばれます。しょっちゅう事故を起こされてる方が分かると思いますが、事故を起こした時にその横にちょっとこう傷とかついてたら一緒に見積もり出そうと思ってされたことはないんですよね。私はあるんですけど、そういうのまで出るようになるからこのお客さんに喜ばれます。でこのお客さんからも紹介が来るようになるんです。で当然こういう流れになる。でこのハガキを出されてすごい方だな。で、ただ来られた時にこの永井さんが知らなかったのが、さっき話した定期ハガキ。この当時永井さんはまだ、研修生だったんですね。損害保険の研修生で2年ぐらい経ったんです。他の営業の方よりは少しは売上的に良かったんですが、私はこの永井さんからこういうことを教えてもらった代わりに定期ハガキの出し方を教えたんです。でその定期ハガキを始められて、1年半ぐらいして話聞いたら売上が倍になりました。でそれだけやっぱり定期ハガキというのは力がありますので、ぜひ、出されたらいいと。この永井さんは例えばこういうところに来てですね、ここのお店が良ければこのお店にお礼のハガキを出す。である時梅の花に行って、梅の花の料理が良かったからやっぱりお店に、美味しい料理でいい接客でというハガキを出されたらしい。で次に予約して行ったら、次に行った時に飲み代は全部タダになった。でまあ、そういうふうに、本当にもう自分の思ったことをすぐはっきり出されるんです。そういう方なんで、この方の上手なハガキの出し方をされたらいいんじゃないかなと。はい、ということでですね、本当はもうまだまだですね、この手の話になったらですね、うるさい人が結構何人もいるんでですね話が尽きないんですけど、じゃあまだちょっと名残惜しいですけど、じゃあまあ一旦ここで、終わるということで、この後、立食パーティーですね、まだ個別にですね、お話をしてください。あとすいません、もう一つ今ハガキを出し定期的にある程度出してますという人、はい、ちょっと立ってください。はい、深見さん、はい、で福井中道さん、あと誰か、安倍さん、山下さんと、キレイ堂さんですね。はい、まあ私が知っている限りではもう本当数年以上出し続けている人ですから、まあ実際いい目にいろんな意味で合ってますみんなですね。もう、その後では本当なんかこんな効果あるというのをまあ聞かれたらいいと思います。はい、ありがとうございました。というわけで。
じゃあ、奥さんどうも、ありがとうございました。まあ、今日の話は本当なんていうかですね、まあ、私も実は最近ちょっと気づいてきたっていうか、まあ、経営も人生も、まあ、実はありがとうなんですね。ありがとうどれだけっていうか、その、まあ、なんていうか、ね、世の中、ね、もうね、に産んでいただいてありがとうございました。で今までこう、ね、自分はこう生きてきた、ね、私の本が売れたとバカ、ダマが書かれたと気づいてなかったんですね。もう皆さんのおかげですと。まあ、これ本当のことなんですね。だからそれをに気づいて、いやありがたいと思ってるけども、それを、まあ、いわば武田先生曰くその感謝を態度で示してるわけね。示さないと、まあね、いや思ってるだけで波動を飛ばすような人は滅多にいないんですね。奥さんに愛してるって言わないと感謝を態度で言葉でしまう、はい。あ、そうそう。でこの前、ハガキの、まあ、坂田さんっていう、まあ、ちょっと狂ったですね、日本人ハガキを書くおっさんがいるんですけど、その方も言ってますけど、なるほどと、まあ、例えば結婚してる人は、まず旦那だったら奥さんに出してみてください、子供に出したらいいですよとか、あと社員に出したいうです、ね、なるほどと、いや、身近なところへのいわゆる感謝っていうのを全く忘れてますもんね。で例えばこれも言ってみたら身近なところへのあれを大半の人はこう忘れているので、まあ、それを態度で示す、まあ、いう意味では把握を出すですね。非常にノーマルで、いつの時代も聞きますよね。こう一般的にお客さんにこう出されている方、まあ、出している方そうなんですが、すごい人というのは仕入れ先に出されるんですよ、ね。なるほど、はい。あなたのおかげでうちが商売できてますみたいな、その辺の人はやっぱりすごいですね、はい。仕入れ先も、はい、それをやってるどころか、あの仕入れ先寄ってですね、医療界をずっと毎年やってるのが実はやすや、ね、メンタルの服屋もおそらくそうですね、ですからあそこは服屋やすやって言ったら、悪口言う人がいないでしょ、地元で。救済の悪口言う人いますけど、やすやの悪口言う人いないですよね。まあ社員と取引先、その辺に対して、あの八重社長というのは、この感謝がすごいですよね。定期的に、まあ、実は、ね、福井さん社長をしてるんで、ロイヤルホスト行きますよね。朝の勉強会、まあ、仲間社長やってて、八重社長もたまに来るんですよ。で、ウィートレスさんがこう水持ってきますよね。逆に当たり前です。持ってきますよ。持ってきます。で、ありがとうって言う。普通言わないですよね。逆に俺はまあバカが持ってきやがって、もっと早く持ってこいみたいな、まあ要は、まあ、持ってきたって何も言わないですね。客なんだから。とかあの社長っていうのは見てたら必ず言うんですね。ありがとう、ありがとうって、ね、これがすごいなと思いましたね、うん。それですか、今日は聞くそういった話でしたね。単なる把握で儲かるって話じゃなくて、なんていうか、まあ、人生っていうか、ね、生まれたで来たことの、ね、まだそこまで人間はできてない。あ、まあ、お互いそうですね。お互い口だけで生きてるんですけど。まあでもそういったことですよね、おそらくね、はい。ということなんで、ね、まあ、何か一つずつでも、皆さんお互い、頑張って、いけたらですね、いいと思います。じゃあすみません、どうも、とりあえず、ありがとうございました。実食パーティーの準備しますので、ちょっと一旦中身会の方へ上がっていただければと思います。よろしくお願いします。ちょっとお耳の方ですね、前の方へですね、お願いします。はい、じゃあ自己紹介ですね、していただきますので、皆さんちょっと聞いてあげてください。じゃあ会社名とかお名前とかですね、仕事、趣味とかですね、よろしくお願いします。はい。はじめまして、綺麗な森と申します。これから頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。あ、お仕事なんですか、お仕事。はい。仕事は。お掃除。
。すごく皆様に必要な部分してほしいことをご要望をお聞きしてするお仕事です。よろしくお願いいたします。皆様こんばんは。はじめまして。大橋で整体をやっております草野といいます。駅の住まいです。通常のところでは治らないような、例えばうつ病とかですね、リウマチとかそういうのをね、治すのを得意としております。だから普通のところは治療院で治らないで失望しきった人はぜひ私のところに電話をご一報ください。大抵のものは私治せますので、よろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは。帰ってこないな。ですね、ちょっと九州ベンチャー大学ではございますが、広島からやってまいりました、株式会社 PAC の鈴木と申します。仕事の方はですね、こちらは中津がありますが、広島の方には流れ川という繁華街でございます。ここで、ボーイズバーとか、ラウンジを経営しておりまして、でこういう職業をしながらですね、実は、先ほどから名前が出ております、武田ランチェスターの広島の塾長もやらせてもらっております。今日はいろいろな、茅野さんとかですね、古川社長のお勉強させてもらおうかなと思って、この雰囲気を感じて、気に参りました。よろしくお願いします。引き続き、広島の人間なんですけれども、私税理士の菊池と申します。皆さんよろしくお願いします。ですね、私は、経済産業省講演のドリームゲートっていう、ドリームゲートご存知の方、挙手お願いします。ありがとうございます。ですね、独立とか起業のサポートをしようっていうプログラムなんですけれども、そちらの方でアドバイザーをさせていただいております。今日は、何か面白いことを九州でやってるっていうことを情報を得ましたので、やってきました。非常に面白かったんで来月も来ようかと思います。その時は皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。皆さんはじめまして、飛び込みで参加させていただきました、プロフェスの吉田と申します。私はですね、現在赤旅っていうですね、5本足の、靴下ですね、5本指の靴下ですね、で赤い靴下を九州地区の販売権を取りまして、九州地区で今販売店を募集しているところです。赤旅の行動としては、その同様繊維っていう日本とアメリカで特許を取った繊維と、あと絹を使って編まれた靴下で、冷えとか、あとは足のむくみとか、この辺に効果があるような靴下となっております。ぜひ小売店の方とかいらっしゃいましたら、ぜひ私の方に声をかけてください。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。私大阪からやってきました東山と申します。ただいまソニー生命の方に勤めております。実はですね、大阪の方から、福岡に来てですね、まだ2週間しか経っておりませんので、よろしければ美味しいラーメン屋さんですね、ラーメン屋さんを皆さん美味しいところあればぜひ教えてください。よろしくお願いいたします。こんばんは、小田健介と申します。今、職業訓練校の方でホームページ作成の方を勉強して、でその後、ウェブ関係の就職先で仕事をして、ゆくゆくは IT 業界で起業したいと思っております。出身は熊本です。よろしくお願いします。こんばんは、尾形と言います。鳥栖の方で建築設計の方の仕事をしております。何か皆さんでお手伝いができるようなことがあれば、何でもご相談になりますので、お声をかけてください。よろしくお願いいたします。こんばんは、はじめまして、有限会社キャメルクの松野と申します。松の木の松に野原の野に大野の方で、ちょっと変わった名前なんですけれども、覚えにくいですが、よろしくお願いします。仕事の方は、私の方が建築士で、建築デザイン、ちょうど今の尾形さんと同じなんですけれども、やってまして、主人の方がグラフィックデザイナーで、
しくお願いいたします。皆さんこんばんは。博多の方で何か面白いことがあるということでわざわざ広島の方から新幹線に乗ってやってまいりました。心印刷というグラフィックデザインの会社をやっております。何か面白いことがあればまた声をかけてください。広島の方ではこれから、スキーだとか牡蠣が美味しい季節になります。広島の方に来られることがあればぜひ声をかけていただければご案内いたしますのでぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。皆さんこんばんは。コカ・コーラウエストジャパンの西本智樹と申します。今日はですね私の友人から勧められてきたんですけども、何の目的もなくやってまいりましたですけども、非常に刺激的なお話を伺いまして、私もどこかにハガキを送りたいなとそういった気持ちになりました。これからよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。長尾正臣と言います。今はフリーターなんですが、毎年冬になりますと、スノーボードのインストラクターに変身してます。まあ業界的にはしょぼい業界なんですが、まあ、いずれはスノーボード関係の会社を起こしたいと思ってます。まあ今から冬なんですがスノーボードまたはスキーされる方一緒に滑りに行きましょう。よろしくお願いします。皆様こんばんは。広島からやってまいりました、ラックマウスの本山と申します。よろしくお願いします。今日はあの弊社代表の森本と一緒に、こちらの方まで、させていただきました。私があの交流会初めていうか、まあ、参加したことがないということであの首根っこをつかまれているあの参加なんですけれども、あのラックマークというねちょっと変わった名前の会社なんですが楽しんでも OK ということで、まあ、あの各社様の営業代行の方にさせていただいております。まあ、今日はあの皆さんと楽しいひとときを過ごしたいと思っています。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。ここは本当に博多でしょうか。広島の人の方が多いんじゃないでしょうか。僕も今日は広島ですが多分広島の方が多いですよ。今日は広島の会合じゃないかなと思うんですけども九州の人も今日多いですねということはないですけどラックマークの森本と申します。よろしくお願いします。こんばんは。ソニー生命で働いております尾形と申します。2ヶ月前までは鹿児島にいました。こっちに来てからまだ2ヶ月目です。今ですね、ソニー生命で働いてるんですけども税理士の先生と一緒に仕事をさせてもらうような形になってます。税理士の先生方もたくさんいらっしゃると思います。何か一つでも、私の役に立てることあると思いますのでぜひお声かけてください。こちらからも声かけていきたいと思いますのでよろしくお願いします。他に今日初めて来られた方どんどんちょっと前に出てください。いいですかね。じゃあいいや、じゃあもう一度、会食されてください。まだ時間は1時間ぐらいありますんで、ゆっくりまた名刺交換されてください。あとでまたお知らせ PR をしていただきます。このフォームしてありがとうございます。小口さんの特集はでなりまして、この絵のきっかけでですね皆様の中で本を出したい、自分が、表現したいことがあるという方がいらっしゃれば11月1日に、時間を空けていただければと思います。この時間に私が直接出版社の、担当者をご紹介いたしますのでこの時にですね、来ていただいた方には、ビッグチャンスが来ると思いますので、その時はよろしくお願いいたします。11月1日ですね。よろしくお願いいたします。どこに来たらいいですか。帰ったら来なくていいんですよ。どこに来たらいいですか。私のところに来ていただければ名刺にその住所が書いてありますのではい。でも今回ですねなかなか出版社っていうのは縁をつなぐことっていうのはなかなかできないもので今回のこの機会をですね活用していただければ、まあ、大きくですね、
広がることもありますので、興味ある方はぜひよろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。福一郎さんの古川でございます。今日ですね、昼1時半からカエロさんとパネルディスカッションで、あれ2時間ぐらい見ましたね、2時間話をさせていただきました。ベンチャーな企業の方々50人相手にですね、喋りました。本当に勉強になる内容で、もうちょっと、もう今10時半ぐらい、はい、疲れてきましたけど、元気ね、なんかね、えらい元気、はい、今日の、小口先生、お話ありがとうございました。去年のですね、9月に博多県友会で私どもで主催しております勉強会がございまして、毎月第1火曜日、県友会でちょうど去年の9月にですね、台風が来てる日にですね、講演をしてもらいました。人が集まらなかったですね、あの時15人ぐらいしか集まらなかったんですけど、もう本当必死に話してもらいまして、その時の講演をちょっと覚えてるんですけど、1年前に比べるとレベルがもうものすごく上がってる。今日の話皆さんが聞かれてるのを僕ずっと見てたんですけど、本当に真剣に皆さんが聞かれてるっていうことが分かりましたんで、奥さん話のレベルがだいぶ上がったみたいで、本当それと、先週ですね、私どもの会社で主催するお店を繁盛させる講演会というところにですね、小口さん来ていただいてまして、今度ベンチャー大学行きますよってお話したらですね、小口さんが言ってたんですけど、今月ですね10件講演の依頼が来てる。月に10件ですよ。なんでそんなに依頼があったんですか。ね、やっぱり講演がすごいのと、やっぱお話がいいということだと思います。本当今日来られた方はですね、小口先生のお話聞いて、ハガキ出したいと思ってると思いますし、ハガキの出し方もちゃんと教えていただいたんで、どんどんハガキを出していただいて、売り上げにつないでいただきたいと。それから、お礼のハガキ、売るハガキは何て言いましたっけ、書いてないね、お金ちょうだいハガキは出さずに、ありがとうございますっていうハガキを送るようにしていただいたら、どんどん売り上げ上がると思いますので、書いていただければと思います。僕も自分の願いのハガキをどんどん送ってますので、皆さんもそういうマイハガキを作っていただくか、もしくは大口さんのところで買っていただいたハガキを送ってもらって、それからですね、今日ここに来て、お話ししたいのはですね、小口さんの講演始まってすぐに皆さんに配ったと思います。博多県友会といってですね、私どもで、主催でやってます勉強会がございます。来月が11月の1日、第1火曜日なんで、11月の1日が第1火曜日ですから、県友会をさせていただきます。で、今回の講師がですね、今日目立ってますね、赤い服でね、はい、目立つように服をお召し物を準備してきていただきました。山内さんと言われまして、コーチングからなるコミュニケーション能力の磨き方というお話をしていただきます。大体博多県友会ですね、こんなにたくさんの今日100人ぐらいですか、ガイラさん、わからない、大体50人は来られます。で、もっともっと、もうここも盛り上がりますが、盛り上がる会合なんで、ちょっと次回の内容についてお話いいですか。皆様こんばんは、山内と申します。こんばんは。次回の11月1日の博多経由会で、コーチングの技術を少しお話ししようと思っています。私日頃は企業の研修を主な仕事でいろんな企業さんにお邪魔させていただいて、コーチングの技術を伝えています。
ってたくさんたくさんあるコーチングの技術なんですが、次回経由会で、お伝えする技術は、皆さん血液型 ABOAB それぞれお持ちですよね。血液型、僕は A 型、僕は B 型、私は O 型で、実はこのコミュニケーションにも型があります。4つ ABOAB と同じように4つあるんです。で、皆さんどなたも漏れることなくどれかのタイプに属してらっしゃる。で、つまり 75% は自分と違うタイプなんですね。で、違うタイプの人同士がコミュニケーションを自分のタイプのみで取ろうとするとミスコミュニケーションが起こります。化学反応を起こしてくるんです。自分はそんなつもりじゃなかったのに相手はこう捉えてしまった、褒めたつもりなのに向こうが引いてしまったとか、これミスマッチ、ミスコミュニケーションですね。で、今度お伝えするのは、自分が、僕が、私がどのタイプに属するのか、そしてそのコミュニケーションってどういう癖を持っているのかと、あと 75% の人たちはじゃあどういう癖をと持っているのか、そういうことをお伝えします。自分と違うコミュニケーションの人に対する処方箋です。褒め方、叱り方、頼み方、全部違うんですね、タイプによって。頑張れが通じない方たちが 50% いらっしゃいます。まあ、そういった具体的な、覚えれば少し得するようなコミュニケーションの技術、絶対役に立てていただきたいなと思って、お伝えしますので、お時間許す方はどうぞ参加なさってください。どうもありがとうございます。まだ喋ります。山口さんですね、あの思い出したんですけど、何キロあるの？38キロなんですよ。僕のちょうど半分ぐらいね。この前あのお話聞いたら、マンションでお客さんのところでありがとうございましたって扉閉めたらですね、ふって浮いてね、壁にそーっと飛んだって。俺もそういう目に遭いたいなと思って。軽いんですね、こう見えて。でもあのストロングですから。いやいや、すいません。11月の1日博多経由会はですね、グランドハイアット、キャノンシティ内部1階のバーマティーニーズというところで、バーで雰囲気のいいバーですよ、ちょっとおしゃれですね、であります。で、会費はあのビジターの場合は2500円でございます。もう解散経由会によく来られてる方は手を挙げてください。ちょっと挙げてください。恥ずかしがらずに上げて、こうピュッと上げてください。これぐらい来られてますんで、危ない会ではございませんので、ぜひご参加お願いします。それから、12月はですね、カエルさん、林田さんいつ来られましたか？林田さん全然前回ですね。ここでも、お話しされました、若竹屋って14代目の林田さんって言ってですね、造り酒屋のボンボンを呼んでます。この人の話がものすごくいいんで、12月も期待していただければと思います。ちょっと喋りすぎましたんで、これぐらい。どうもありがとうございました。皆さん、こんばんは。今日はこのために来ました。ドリームゲートアドバイザーの樋口清美と申します。久留米の方で NPO 法人の理事長をしております。で、この度、8月にですね、福岡の方で NPO の女性起業家支援の NPO を立ち上げました。で、その NPO に顧問として介護さんになっていただいてます。で、介護さんからはいつもボランティアを要しよるねって言われますけど、ビジネスです。法人ですから、もうやっぱり売り上げでいくらだというふうに思ってます。で、今日もインキュベーターの先生の方から、久留米の方の
NPO は1年目で500万の売り上げ上げたけど小さいで先生それはあの500万売り上げたのはまだみんな500万とか売り上げてないから